一三東区町一三東区は大韓民国景気道北部の茅屋市にある三つの区のうちの一つ、一山ニュータウンと呼ばれる新興都市を含む一三東区は行政区であり自治体ではない茅屋市に三つある行政区のうち中央部にある区で東に徳陽区、西に一三世区がある北には八州市と隣接する南は観光に接し対岸は金保市である 人山新都市は数多くのドラマ、映画のロケ地として有名な街である。2007年に文化放送のスタジオ旨、MBC ドリームセンター学内に開設され、一三世区にある SBS の人山制作センターと共にテレビ番組制作の拠点となっている、韓流映画、ドラマの人気にあやかり、韓流ワールドの建設が進められている。韓流ワールドはもともと韓流と、 ハリウッドを掛け合わせた、韓流ウッドの名で建設が進められ、韓流文化を広く知らせるべく期待されていたが、ハリウッドの景気賃貸とともに、名前を借りることへの危機感から、名称を韓流ワールドへと変更させた、韓流ワールドひと山湖水公園南に造成予定、テーマパーク、文化施設、ホテル、商業施設などの複合エンターテインメント施設、2004年に計画発表、 2008年5月29日着工。2012年までに2兆8100億本が投入される大規模プロジェクト。事業者選定が延期されたりするなど大幅に遅れている。ユニバーサルスタジオとコンベンションセンター。商業施設が合体したようなイメージで考えられている。広報大使は映画俳優のジャッキー・チェンとチェジウ。山公は山新から見て、 南の端に存在し、広大な敷地を持つ公園として、茅市民のみならず、ソウルからも多くの人が憩いに訪れる。韓国では自転車が一般的な乗り物として認知されていないが、湖水公園では貸し自転車屋が多くあり、自転車の練習や広大な湖を周回する、レクリエーション感覚で楽しまれている。毎年、国際花の博覧会が行われる。会場の規模は、 屋内3700坪、屋外15000坪である、東洋一大きい人造庫を持つというのが謳い、文句だが、実際には、人造庫の面積は、湖水面積0 3キロ平方メートルであり、日本最大の人造庫、シュマリナ内湖2 3 7 3 k 平方メートル、2009年完成の中国三峡ダム湖1 8 4 0キロ平方メートルに対して、 かなり小さく、現在は東洋最大の面積ではなくなっている。詳細は、かやし歴史を、参照1996年、かやしに、徳洋区ともに、一山区が置かれた。2005年、一山区が東西に分布された。柔道からなる。法定道は13ある。大規模商業施設として、金井八山駅の周辺に、ラフェスタとロッテ百貨店ひ山店がある。 人山湖水公園の北側には、司法収集所がある。ありがとうございます。